こんにちは。こんにちは。指原チャンネルです。今日はですね、なんと同期の北里恵ちゃんが私にサプライズで結婚報告をしてくれたんですよ。おめでとう。なので、今日は思い出の場所を巡るロケ旅をしたいと思います。ここは恵比寿です。北里恵ちゃんです。あ、どうも。しーちゃんです。大谷です。しーちゃんは同期じゃなくて先輩。だけど一緒に住んでたんです。そう、地方組としてね。恵比寿でね。ずっと一緒に住んでたんです。ここはですね、私たちに思い出の場所っていうのは、当時レッスン場があって、そうそう。で、オーディションもここだったの。だから北原は私多分あっち、あの辺の道で、あったよね。あった。で、もう可愛すぎて、で、青いワンピースの少女。真っ青な女の子が会ってて、で、ガラガラ持って一人でガーって歩いていってて、あの子絶対オーディション受ける子だって思ったのよ。あったあった、懐かしいね。懐かしい。みんな無事受かりまして、2人とも。私たちに通告があったんだよね、東京来てくださいって。そう、うちらはね、出身があの地方だからね。そうそう、マンションに引っ越してきてくださいって言われて、うん、引っ越してきたのがここ恵比寿。そう、おしゃれ、急に恵比寿。しかもあの地方出身者5人か5人で住んでたっていうと、なんかボロボロの激安アパートって想像されると思うんですけど、恵比寿の超高級マンションに、はい、多分家賃 40-50 万するんじゃん。すると思う、全然。マジ田舎の小娘がな。いや本当よ、ごめんね、ちょっとセンター歩いてて。うわ懐かしい、超思い出すんだけど。なんかさ、恵比寿がおしゃれなとこって知らないか、知らなかった。超さ、ボロボロの服で歩いてたよね。ボロボロのジャージで歩いてたよ。マジで恥ずかしい。今考えたら超恥ずかしい。はい、こんな感じ。懐かしい。え、でもやっぱ初めて恵比寿ガーデンプレス来た時はやっぱりあの花より団子のさ、ああそうだ、てかさ、撮影してたことなかった一回。あった、あった。ちょっと待って、え、待って、話そう、その話。ちょっとレッスンの帰り道にすごい人だかりが、そうそうそう、ここで人だかりがめっちゃできててさ、何と思ったら、え、なんか撮ってるっぽいよってなって、そうそうそう、なんか花壇の映画版だったよね。そう、うわ超懐かしいんだけど、アドバルみたいな、ちょっと照明が、そう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 、空気入れてる照明みたいな。マジで見たくてめっちゃ頑張って見たよね。だけどさ、ちょっと遠巻きだから、ね、ほとんど見えなかった。でも田舎のものと思われて恥ずかしいから。確かに、でもマジで一生懸命、え、もうどこ、東明寺どこって。そう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 、結婚のシーンだっけ。そう、マジちょうどここ、ちょうどここ、ちょうどここ。でもさ、全然店変わっちゃったよね。あ、そうね。私すっごい覚えてんのが、ここファミマ、ファミマあった、あれ綺麗な、で、なんかなんとか賞味期限が切れたサラダをもらえないかと思って。私そんなのあったっけ。なことあるわけないじゃん。そう、でも一回言ったの、やば、言ったの。すごい、え、怖。でもよく考えたらガーデンプレスでそんなこと聞く人絶対いないよ。いないよ、今でも語り継がれてるかもよ。レッスン場から帰る帰り道が、私たちの家の通り道、ここだった。こんなとこ通冬だったからめっちゃイルミネーション、イルミネーション綺麗だったよね。そうそうそう、しかもカップルめっちゃいてさ、カップルとかの旅行生さ、汚ねえジャージ着たさ、上下のおしゃれジャージ、そう、そんなんじゃない、アディダスとかじゃない、あのもうノーブランドの、そうそうそう、私さ、カメルーン代表のさ、日本、めっちゃ着てた。カメルーンが大分にさ、代表合宿みたいなので来た時に、大分が交流するための街だったから、懐かしい、カメルーンのジャージ着てた。ワールドカップ、私多分日清のピンクの、あ、うん、それ覚えてる。私白のプレイボーイだと、あ、それもめっちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてる。っていうので歩いてさ、しかもさ、お弁当さ、先輩が残したやつ持って帰ってさ、2個とかみんなでさ、みんなで持って帰って食べた、ついて食べてさ、それを持ってるんだよ、こんなかっこいい場所で、汚いよみたいな。最悪だよ、多分恵比寿の景観をそこであれでさ、物価下がったんじゃないかな。毎日通ってた、いや、ほんと毎日だったね、毎日通ってた。え、覚えてる場所、覚えてるよ、こっち。え、マジ、私もう分からんわ。覚えてる、ふと思い出した、あのしーちゃんがバックダンサーのオーディション落ちて帰ってこなかった日、うん、探したよね、めっちゃうちらでさ、探した恵比寿の街を。なんかさ、え、しーちゃんいないみたいになってさ、うん、知らない、私たちもよく知らない恵比寿の街をさ、みんなで手分けしてさ探したね、探した。誰が見つけたんだっけ最後。いや、私帰ってた。あ、帰ってたんか。公園におったよね。公園におった、帰った。あのさ、結婚発表するときさ、T シャツ着て撮った、撮ってない、嫁旦那 T シャツ、やっぱり我々の先輩の写真は撮った、昨日撮った、見せて、あれ後で見せるね、やった、暗いね、暗いね、ずっと暗い、ごめんなさい、ちょっと見づらいですけど、ちょっと思い出に付き合ってください、私たちの。その当時メンバーの親が仕送りとかしてくれてて、誰かの親がコーンスープの素を送ってくれて、コーンスープめっちゃ嬉しくて、うん、作って食べたけど、しーちゃんちのコーンスープめっちゃ薄める派だったんだよね。薄い、ほぼ水に味ついたみたいなコーンスープを
振る舞って、うん、みんな、これ何これ味薄そうみたいな、何これって言われたの覚えてるわ。あ、でもちょっと確かにここからあんま自信ないと思う。私完璧に覚えてる。私たちが出会った場所、そうです、ね、最初はさ家行った時さ、うん、雪の日だよ。雪だったっけ。雪だった。番組みたいだったよね、今考えたらさ。はじめましてみたいな感じで、確かに5人で住むみたいな。テラハの一番最初。本当よ。顔も知らないんだよ、だって。あ、北原理恵です。理恵ちゃん、理恵ちゃんお願いします。お願いします。その日から一緒に住むってすごくない？すごいよね。考えられないよ。楽しかった。しかも先輩。え、待って待って、楽しかったって言うけど、私のパスタさ、残り、私がさ、4分の3ぐらい残してさ、全部食べてくれた。それもらっていい？それもらってもいい？もう食べないよ。小食。それで、もののけ姫のものまねしてくれて。あ、もう懐かしい。懐かしい。わかるわかる。でも、マジでさ、陽キャラだよね、やっぱ。明るいんだね。ここの公園で泣いてたんじゃなかった？ここの公園で泣いてたんです。すいません。すいません。私覚えてる。あと、リエちゃんの結婚の話は、リエちゃんの方のチャンネルで結構話したので、はい、ぜひそちらをご覧ください。そこで生報告したんで。マジびっくり。あの、ガチのリアクションで。いや、マジで本当に言葉にならんかったね。緊張した。改めてちゃんと言えてよかった。いや、嬉しかった。教えてもらえて。あ、うちわかるよ、この後。あ、マジ？そこ右だよね。うん、左。全然違う。よかったね。ちょっと怖かったよね、当時。わかるわかるわかる。道がなんかあの本当に住宅街で、まあ、絶対に治安いいんだけど、そんなこと知らない、東京怖いからさ。そう怖かった。絶対に治安いいよ。日本で一番くらいいいやろ。いいに決まってるよ。何かを取る人なんかいないよ、ね、ここで。あのさ、しかも弁当抱えた小娘、汚い小娘からさ、何を取る。マジお金なかったよね。なかった。だって春雨を一生懸命伸ばして増やして食べてた。って思うとさ、恵比寿のマンションマジ高級だったよね。高級だった。使わなかった部屋あったよね。そうそうそう。まあ闇部屋として使ってたけど、誰かメンバーが病んじゃった時に一部屋だけ残してて、一人になりたい時。私一回も使わなかったの。私も一回も使ってない。うちが使ってないね。私も使ってない。リエちゃんめっちゃ売れて、私全然売れなくて、その時も泣いて病んでたよね。そう。で、そしてリンノちゃんのお母さん、マシーちゃん大丈夫っておでんをタッパーに入れて持ってきてくれた。素敵エピやん。てかやっぱ本当親同士が仲いいのって本当嬉しいよね。嬉しい。そう、実は私たちの親ってめっちゃ仲良くて、あと横山由依ちゃんの親も、そう、4家でズーム飲みしてる、4家族で。そう、お父さん同士とかも仲いい、仲いいんだよね、うん、ここ右じゃないかな、右だったと思う、ね、なんかうち一回リノちゃんの両親と、うん、まあ、誰かの両親がいるとこに、自分は親いないけど行ったことがあったの、うん、ご飯食べてるからって、うん、その時に本当にお父さんとお母さんみたいな気持ちになって、うん、なんか自分は今、うん、お父さんとお母さんがまた新しく3組増えたんだなって思った。嬉しい、そう言ってくれて。本当にね、4家族全員いい家なんだよね、うん、マジで。そうだね。そうそうそう。え、これ？違う、これ。あ、これね。これ。大好き。あれあれあれ。横だよ。あの窓だったよね、しかも。そう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 。人住んでる。ね、やっぱ人住んでる。え、もう、キモ。絶対に靴下がさ、リカちゃん人形くらいのサイズになる乾燥機。あったけど。あったあった、うん、てかさ、もう大人になったから分かるけどさ、ここ家賃調べられるんじゃね。確かに調べる、調べてみようや。名前知らなかったさ、マンションの名前とか知らなかったね。分かる、なんかマンションの知識がなかったからさ、そう、名前とか知らなかった。懐かしい。いくらやと思う？当てよ。40万ぐらい。行くと思うな、場所的にも、うん、出てます。はい。おお、30、はい、36万。私は42、45万です。おお、やっぱ高いね。というわけで、ちょっと住宅街だったので、今回基本小声ですみませんでした。りえちゃん婚約したけど、私たちの友情は一生。どうせ。ずっとも。ずっともだよ。見て。じゃあね。バイバーイ。おめでとう。おめでとう。